こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日は、こちらですね、脇から体側を緩める、緩めるストレッチを行っていきたいと思います。脇というのは全身の循環でものすごく重要な場所になります。実際に脇と股関節、まあ股関節というか鼠径部になるんですけども、そこにリンパ節が集中的にあって、そこが、まあ、関節ですね、脇とか股関節、鼠径部がしっかり動くことによって全身の循環を促すっていうものすごく大事な部分になります。なのでここが硬い人っていうのは、そこの循環がうまく機能しないっていうことにつながりますので、気になる方はぜひやってみてください。それでは早速やり方の説明をしていきます。まず一般的にここのストレッチでやるやり方になるんですが、このように肘を曲げて上から重ねてください。まず1回目ですね、1つ目で、この状態でまずフリーです。自分の楽な位置を普通に取っていただいたら、この状態、こちらの方で肘を押さえたら、こっちの手でこう戻すように、元に戻すように軽く力を入れてください。これは軽くです。もう軽く上から押さえて手が止まるぐらい軽い力でふーっと力を入れて、力抜きましょう。ダラーンですね。で、このまま深呼吸です。で、吸って吐いて、ふーで吐くときに、ここですね、ここからこの脇から体側、だいたい腰ぐらいの高さの腰ぐらいのところまでがスーッと伸びるように、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、こんな感じですね。で、またこの状態から、この位置からです、この位置からまた軽くこちらに戻すように力を軽く入れて、で脱力しましょう。で、そのまま深呼吸で吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、で、この位置からまたぐーっと戻していただいて、で脱力。で、そのまま深呼吸で吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、で OK です。で、そうすることによって、こちらはまあ比べて普通に立ってもらっても、この脇から腰にかけてのといったんですけど、胴体の長さが伸びた感じがしたりとか、軽くこう動かしてもらっての脇の下の動き、肩関節、肩甲骨の動きのが変わると思います。で、もう一種類していきます。で、今度は手を伸ばす方で、このように手を伸ばしていただいて、また同じようにここです、肘のところを軽く押さえていただいて、で、これで手をこっちですね、こっち側に戻すように軽く力を入れていただいたら脱力です。で、そのまま同じく深呼吸で吸って吐いて、ふーで吐くときに軽くこっちに動かす。吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、で、ここで止まった位置からまた同じ、軽く止まったまま肘をこっちに戻すように軽く力を入れて脱力しましょう。で、そのまま深呼吸で吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、で、またこの位置から軽くこちらに力を入れるように軽く入れて脱力。で、そのまま深呼吸で吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、で OK ですね。先ほどやった曲げるのと今やった伸ばすのを連続でしていただくことによって、またより負荷が変わるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。こちらの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録のよろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。